long ago, the singularity formed, its creators uplifted into something beyond our understanding. These beings, now known as the Lexites, left Earth, traveling to multiple planets in our solar system, before vanishing altogether. This is why we are here. Welcome to Star Control, a state-of-the-art international space agency tasked with the exploration of our solar system and the defense of Earth. Here resides the world's brightest minds and greatest technology, brought together by a strong curiosity to discover the unknown. Help us pioneer the future. Join today. Star Control Origins スタートレックみたいやな、まんま。ねえ。さあ、今日はこのスターコントロールオリジンズというゲームをやっていきたいと思います。あなたは人類初の恒星間宇宙船の船長に抜粋されました。おめでとうございます。小さな問題が一つ。大したことではありませんが、スクライブという名で知られる強力なエイリアンの種族が人類を絶滅させようとしているのです。そのスクライブが地球にね、攻め込んできてるわけです。彼らを倒すために私はどういう風に振る舞っていけばいいのか、この宇宙でサバイバルしていきたいと思います。メイン画面はこんな感じですね。2D な感じで、これが私の船。で、ここが地球ですね。地球があって、太陽、ビーナス、これが、マーキュリー、水星と金星ですね。そして地球。で、ここにムーンがあります。ちょっとじゃあこの辺探索していきましょうか。資源を集めて、そして船を強化していくみたいな。そんな感じだと思います。残念ながらね、日本語がないんで、ちょっと手探りでやっていくことになりますけれども。まあでもそのうち日本語追加されるんちゃう？なんかSteamのワークショップに対応してるみたいなんでね。もしかしたら、モッダーの方たちが。はい。では、上陸任務、ムーンですね。何すんのここで。一応ね、プラネットデータ、温度がマイナス53度やって、ウェザー、ステーブル、安定したですね、ステーブル。グラビティ、重力、バイオロジー、ライフレス。ということで、この月にね、上陸していきたいと思います。で、これがね、ランダーズ。この上陸車両で、この月をね、探索していく感じでしょうか。わー、かっこいい。で、まず何をすればいいんかな。オブジェクティブ。ミステリアスラジオシグナルを調査する。っていうのが今のオブジェクティブですね。まあ、とりあえずここ、月に来ちゃったから、ここちょっとブラブラしてみますか。まあ、こんな感じで惑星を、うわー、地球や。調査していくみたいですね。あ、なんかあるぞ。で、インベントリー、タブを押してインベントリーって取ったね。これか。今これ取ったんですよね。で、こういう素材を集めて、船を強化したりとか。で、それを売却してお金にして、物を買ったりとかできるみたいです。私も今、ちょこっとだけやっただけなんで、詳しくはわかんないですけれども。これが、鉄やわ。鉄ね。で、これがライフやと思います。5。で、この100が、これなんやろ。これが船のエネルギーかな。で、これ28。これが積載量ですね。これが100になると、もう積めませんっていう。そんな感じやったと思います。久しぶりの宇宙もんですからね。ちょっと張り切ってやっていきたいと思います。さあ、これで 59%。まあ、おっと、なんか来たぞ。お？Captain, this is the lunar facility the Lexites settled after they first left Earth. We've sent surveyors here before, and I don't think much has changed since then. 読める人読んでみてください。私ちょっともう英語全然わかんないんで読めませんが、なんか遺跡を発見した。これを発見することによってなんかクエスト追加されてるわ。ほら、ここで何があったか調べろと。ウラニウム探すんやね。わかりました。まずこのウラニウム、これがどこにあるかちょっと探していきたいと思います。で、なんか調査しろって書いてたけど、なんかあるんかな？あ、なんかあるぞ。鉄か。鉄がめちゃめちゃ重いよね。もうこれで 100% ですね。今 100% になりました。で、100% になっちゃうと、もう持たれへんのよね。ほら。だから一旦船に帰らなあかん。これでまたゼロになりました。OK。とりあえずね、今の目標はトリトンっていう惑星に行けってことなんで、ちょっと探していきたいと思います。まあ、こんな感じでね、惑星の探索は、どんだけ月小さいねんって感じやけど、なんかこの感じが逆にいいね。面白いね。もうまんまスタートレックやね、これ。こういう乗り物はなかなかスタートレック出てこへんけど、なんか、もう雰囲気がもうスタートレックそのものみたいな、そんな感じでしょうか。さあ、もう何もないね。月はやっぱ何もないんか。ってことで、じゃあ船に戻りますか。さあ、そして、こっちの画面。今これライフが100ってことでしょ。で、今積載量が160。今、月でね、採掘してきたんで、その分が今船に乗ってます。あ、スターマップ。見てこれ。今どこやろ。現在地どこですかね。これ全部いけるんかな。わおわおわお。太陽系がこれかな。今私のいてるとこはこのソル。ここですね。太陽系。で、プロキシマ、ケンタウリ、アルファケンタウリ。わあ、いろいろいけるんや。これで恒星間移動、ワープすることもできるみたいやね。ちょっとまだ私そこまでやってないんでわかんないですけれども。とりあえずね、この太陽系を調査していきたいと思います。ビーナス。わわ、あちゃ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 。これビーナスね。で、ここになんかあるで、ほら。セレス、トレーニングベース。何それ。ちょっと見に行きます。来た。Welcome to セレスキャプテン。ターゲッティングトライアル。コンバットトライアル。なんかいろいろありますね。ターゲッティングトライアル。いきます。ピックイワシップ。これが私の船。でね、戦闘シーンがね、こんな感じなんよ。で、敵を撃つ。わわわわわ、ブラックホール、ワームホール。わお。で、敵を倒せばいいんやな。ちゃう、倒すんじゃ。ターゲッティングトライアルって言ってたから、とりあえず、一発当てに行きましょう。で、まだ武器がね、このミサイルしかないんかな、私。おそらくそうやな。これしかないんよ。当たったー。で、ある程度追尾してくれるんよな。わあ。いきます。ちょっと待ってよ。後ろから。これで当たるか。はい、来たー。っていう感じのね、戦闘。さあ、そして、レッツラン、コンバットトライアル。オッケー。さあ、ここなんかアイテムあるな。なにこれ。触っていいか。やばい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 。なんか取りました。マックスクルー。ちょっと強なったんかな。おいよ。おい、やだったー。で、わわわわわ。わわわわ。勝った。勝った。なんか惑星があったでしょ。あの惑星に近づくと、重力で引き寄せられるみたい。そんな感じですね。ちょっとじゃあ、地球の基地に帰ってみよう。よし。生きとるわい。お、来た来た来た。ここでね、トレード、アウトフィット、マネージフリート。この項目を選びます。で、今まで取ってきた資源を売ることができる。売っちゃおう。これも売っちゃおう。これはね、装備できるんよな。アウトフィットで。ここにね、いろいろつけれるみたいです。で、今のクルーが1人だけ。ピープル、雇うのは雇えまへん。で、これが武器ですね。ここ、ウェポンズ。ここに、入れちゃうポイントディフェンス、ベーシックニューク、アドバンストニューク。これ入れとこう。で、お金で買って、この辺をいろいろつけていくみたい。お金あんのかな ?1400 しかないですわ。買えませんね。OK。では、これでいこう。マネージフリート。これなんやろう。これちょっとまだ全然何もできへんな。リクルート。まだ無理ですね。はい。これ置いときましょう。さあ、ということでも、目的地向かいまーす。じゃあね。矢印出てるんで、そっち方向行ってみましょう。土星と木星が。で、ここですね。ネプチューン。ネプチューンって何やった？天王星やった。ネプチューン海王星ですね。すいません、間違えました。ネプチューンの衛星。ここにトリトンがありますね。よし、行ってみよう。これも上陸任務かな。Captain, we've located the source of the radio signal.It looks like there's a crashed ship down there. Okay, 行きまーす。We should take a lander down to it. これで操作できるんよな。OK、行きました。わあ、なんか吹き出してるよ。で、ここでなんか調査しろと言うてはりますね。なんか取った。どっかに建物マーク出てないかな。あんまり資源がないですね、ここ。マイナス200度とかそんなんありました。あ、そして建物マーク出てきたね。来た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 。これか。お？わー、出てきたね。こんにちは。いや。お前は誰だ？まあ悪そうなやつじゃないよね。宇宙語喋ってるから何言うてるか分からへんわ。ねえ。これはまあ英語、まあ、一応英語ですけどね。宇宙語喋ってるっていうそういう設定で私、ロールプレイしてますからね。OK。船潰れてはるんやね、これ。なんかできることありますかね、私に。トリトンシグナル。これですね。救難信号をキャッチしたんで見に来たら、Find the Taiwan's Missing Ship Piece from Somewhere in the Solar System。まあ、太陽系のどっかに、おっちゃんがなくした船のパーツがどっかにあるんかな。それを探せと。わかりました。見つけたら持ってきますわ。はい。ってことで、行きましょうか。太陽系調査しに行きましょう。これが木星ですね。木星の、ジュピターちょっと入ってみよう。マイナス145度。他にもいろいろと衛星があるから、そっちちょっと見ていきますか。うわ、ここやばそうやな。いいよ。うわぁ。はぁ。これまっすぐ降りられへんねや、ほら。で、ここはね、降りたらもう危険やって言うとったね。やめとった方がええな。降りてみる、一回。一回ちょっと降りてみますか。わわわわわわわ。ここに降りなあかんのよ。ここ、ここ、ああ、ちょっと待って。いける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 。おお。死にそうやな。やばいやばい。めっちゃ死んでる。やばい。逃げる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 。危ねえ。死にかけとった。今ちょっと気づかんかったかな。ライフがめっちゃ減ってた。やばいぐらい減ってた。これちょっと危険ですね。やめとこう。なんかいいもんいっぱいありそうやけど、やめとくわ。ガニメデ。これいけんの？行ってみよう。来ましたね、ガニメで。ちょっと怖いな。なんちゃらアシッド。なんかスピードが違うよ。なにこれ。お？インタラクトできないよ。なにこれ。Looks like an old Russian space probe, Captain. It's neat, but not much we can do with it. ロシアンスペースプローブ。あ、なんかロシア語でなんか書かれてますね。さあ、一応ね、この木星周りは探索終わりました。ってことで、太陽系第1惑星、第2惑星、この辺もちょっと見ていきましょう。マーキュリー、水星ですね。わー。これも危険やな。やめとこう。やめとこいましょう。水星、危険です。燃えてます。そして金星。Captain, this planet is well beyond our ability to land on. あ、ここも無理な。めっちゃ危険やな。やめとこう。多分船を強化したらいけるようになるんかな。ちょっとまだね、その辺の仕様がわからないんですけど、危険や言うてるからちょっとやめときましょう。第4惑星、火星やな。Sir, we're detecting two unidentified objects on the surface of Mars.いけんの？別に危険度はないみたいなんやけど、これ何？ちょっと歪んでるね。まっすぐ降りれない。わーわー、危ない危ない。まっすぐ降りれない。うわわわわわわわっと。なんや？何これ？撮った。ハイパードライブモジュールやって。何を撮ったん？エイリアンシップポット。オッケー、なんか撮りました。で、結構ね、資源があるな。撮っていきましょう。全部積み込んでいこう。で、こっち建物がある。なんだ、さっき撮ったやんな。撮りました。エイリアンスペースシップ言うてるね。ちょっと嫌な予感がするけど、回収していきましょう。これが引き金になってエイリアンに襲われるとか、そういうエピソードですかね。ちょっと一旦船に戻ります。さあ、これで、まあ、なんか来てる。おお、なんか来た。わーわーわー、なんか来たよ。あ？わわわわわわ。なんか 2D イメージのブロードキャスト見てお前んとこ来たぞみたいな、そんな感じですか？オープニングの。もしくはここでエイリアンパーツパクったから来たんかな。 Who are you？ 人間じゃ。うん？戦うしかないか。やったりますせ。我々の実力思い知らさなあかんね、これは。うわ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 。太陽系ででかい顔させるわけにはいかん。おいおい、勝ったー。弱っ弱っ。よっしゃ。とりあえず、宇宙人に勝ったで。我々人間のテクノロジーも、ついにここまで来たか。